JR の危機的な経営状況などを踏まえますと、これまで通り JR の取り組みは国の支援だけでは、道内の持続的な鉄道網を確立することは困難である。2年後の法改正に向けては、JR と地域が一体となった取り組みが求められている。鈴木知事は今日 JR 北海道の緊急支援に2億円を計上する予算案を発表しました。うち6000万円は沿線市町村が負担し、JR が単独では維持困難とする8線区への設備投資に使われます。来週の道議会に提案する補正予算案には、このほか北海道ゆかりの民間人などを集めた北海道応援団会議の運営事業費2500万円などが盛り込まれ、予算額は合わせて2513億円となります。